でちょっとねあんまりコメントは、うん、したくなかったんだけどちょっとリゼムくんの件に関してどうしてもね守んなきゃいけない部分があるからあのその件に関してはちょっとコメントさせてもらいますねあの知らない人にはあれなんだけどちょっとねリゼムくんの動画によって、まあ、荒れてるとまあリゼムくんがね荒れててでそれの内容がなんかレンがリゼムのタカくんに対してなんかこうすごい選手でしたみたいなって言ったのがいや俺は J でやっ たんだけどお前4部やんみたいな感じで、まあ、笑い話にしててそういうなんか動画の中のネタだろうからそうだからまあ僕自身は全然それに対して、ね、そういうことがまあ僕がまあ日本代表のことを好きというか応援しててそこでまあ森保さんに対してする批判とかそういうので良くない感情痛くのは当然というかそう思うだろうしね。うん、そうそうっていうところで、まあ、それは牧比嘉君のチャンネルとかのコメントにそういう風に言われてるからもう腹立つんだみたいな感じのやつが。 ね、あったらしいのよでそういう気持ちは、まあ、あるんだろうなと。というとこであのレンが、まあ、そういうふうに言われてみたいなでそれだけだったら別にただ、まあ、全然ほっといてよかったんだけど、あのー、これなんでこういう話をするかっていうとまず蓮の経歴がね、あのー、成立が、まあ、前言ったけど結構、まあ、今 J リーグで活躍している選手とかそういう選手とレン一緒にやってて、あのー、全然栃木 SC とかそういうところに選手いるのよ。 全然なんか、レンが全然、なんていうのかな、今の4分のところいるっていうのは、もう、あの、手話後でやりたいからいてくれてて、レベル低い選手としか戦ったことないから、その中でタカ君すごいとかいう話をしたわけじゃないと。で、レンからタカ君と話したいです。なんとか運営さん。じゃなくて言うわけないじゃん。だから、ああいうシーンを撮ろうとして連れてって、そこで話すレンの内容としては、そりゃ、タカさんすごいですってリスペクトを、 もっと発言をするよねだからああいうふうになったのは別に何て言うのかな必然というか僕が本気でサッカーのことを批評してで本気でサッカーで活動してたリゼム君がウィナーズにいてそれによって、えー、そういう対立構造ができてそこに連が入ってきてそのカメラの前でそういうふうに発言を、まあ、させられる状況になったことによってそういうふうに高く君が感じたというか、まあ、そこで、まあ、僕に対するマイナスなものも出てたんだと思うんです。 本当にレンがダメだったかどうかと、あの試合のパフォーマンスで高くに立ち打ちできたかできなかったかっていうのは、まあ今日の試合を見たみんなが判断することで。そう。それに関しては、まあみんなに任せます。レンができてたかどうかできてないか、立ち打ち、対抗できてたかどうかっていうのは。うん、で、戦術的な、あの、決定のところ、カウンターしかないとか、そういうところに関しても、まあね、あの、YouTube のコメ欄とか見たらみんな分かってくれてたから、いや、全然カウンター以外もいろんな攻撃してんじゃんとか、そう。で、あの、20分だったら楽だっていう話とかも、 まあ、ウィナーズの分析家の内藤君のチャンネルであのそこに出てた選手があの普通にあの走るのきつくなってたって言ってるからこれに関しても全然あのこの戦術に関して矛盾ないっていうのは、まあ、ウィナーズの、ね、分析家のチャンネルでそういうふうに言ってるから、まあ、これに関してもちゃんと言えますと。であのなんか連のハンド云々に関してなんだけどあれに関してもカメラに全然捉えられてなくて見える側の審判も 全然旗も上げてなくて、支えてって捉えたかもしれないし、もし触ってたとしても。で、あれも、まあ、高カ君が倒したって見方もできるし、で、俺はいつも言うけど、終わったことで審判に対してあだこだ言うのっていうのは、まあ、ヨーロッパサッカーでもそれで監督が処分されたりとかするじゃん。で俺は監督として、ちゃんとみんなに胸張れる振る舞いをしようと思っているから、そこに関しては言わないっていう。それはそれぞれの哲学があるから、そこに関してはそういうふうにとくね。 その俺がアップのスケジュールとかを短くしたみたいに言われるんだけど、あれは当日のタイムスケジュール上、そういうふうにアップがまあできなくなってしまった。でも、そこでグラウンド使えるってとこで、僕、自分の最初にミーティングしてアップの時間取ってっていうのを、じゃあ、俺の方は後でいいですって言って、先にちょっとアップさせて、でその後にミーティング、本当は15分ぐらいやるつもりだとっっ、10分とか短くして、あのセットプレーの説明とかもそれぞれ個人個人に話しかけて、なんとかすることにして短くして。で、そのまま臨んだと。そう で、その辺は、あの、リベンジャーズのチャンネルとかでも、まあ、ちゃんと説明してくれてて、それを言っちゃったドリルとかも悪気なくて、そういう、あの、動画の中の趣旨で、なんかこう、盛り上げようとして言っちゃったことだから、それに関しても全然何も思ってないし、まあ、そういうことはあるだろうなと思って、まあ、僕は誤解しなければいいことだから、この辺も大丈夫です。で、最後に言いたいのは、あの、この、 例えば俺が、まあ、森保さんとかそういうところの戦術とかそういうね、日本代表に対してやれることもっといっぱいあるのに、なんでやんないんだっていうので、最初から森保さんのことをそういうふうに言ってたならだけど、俺、まあ切り抜きとかにも分かってるけどさ、最初の1年ぐらいずっとさ、期待持ってずっと言ってて、アジアカップからずっと変わってなくて、それで日本代表このまま終わる、終わっちゃうんじゃないかとかで、まあ警鐘を鳴らしてそういうふうに言ってたじゃん。でもそれが、まあそれは近くの人はいい思いしないと。で、それはいいんだけど、それによって連に言うのは違うっていう。 それによって、あの、レンに対して、こう、その、泉くとか周りがあの、あの子大したことないじゃん、みたいな。僕、プレミアレベルの脳みそがあるって言ってるだけで、別に技術がすごいとかそう言ってないし、あの、荒井さんとか、リル君とか、そういうことにあ、そういう人と話す会とかでも、いや、そんなハードル上げるやつじゃないですよ、と。普通の小坊主です、と。ただ僕の設計図を知ってるだけですって言ってるの。それはもう誤解しないとしないんだけど、だけど、なんかそういう風に、なんかこう、 レンは言われたことを全部やって、なんなら、あの、リベンジャーズ入ったのもそうだし、それで、俺のサッカーを理解してる人として入って、リベンジャーズ盛り上げて、えー、このルアーズに言われたところで動画に出て盛り上げてってやって、それによって結構影響力あるインフルエンサーに、まあ、あいつ何なんだ的な、ああいうね、みんなが知ってるような発言をされると、今後ね、レンがかわいそうすぎるし、で、4部ってすごいいじって爆発されるのは、それは俺がね、 うサッカー界に監督として飛び込んだから仕方ないことなんだけど、あの、ウィナーズでも歩くん去年4部でやってたし、4部で頑張ってる元プロとか、あの、エドールエナイテッドとかさ、元4部だったりとか、そっから上がってこうとする人たちもいるのよ。で、4部で一緒にやってくれてるスタッフとかもいるから、これを黙ってるわけには俺いかないのね。うん。そういうところで、うん。この、スタッフを守るためにも、一緒に今後やってくれるレンを守るためにも、レンは全然多分気にしてないし、そう、別に、 ね、あの、今日も普通にね、プレイしてたけど、ただ、俺としては、俺が言ってるから、俺の周りに言っていいっていう、その理屈で言うんだったら、じゃあ森保さんがひどいサッカーしてるから、リゼム君のことを超ディスっていいとか、ウィナーズをボロクソ言っていいってことになるけど、俺そんなことしない。リゼム君はいいプレイしてるから、いいプレイしてるって言うし、そう、ウィナーズはいいサッカーしてるやとか、いい攻めしてるから、ウィナあの、リベンジャーズが負けたっていうふうに言うし、そこは俺の中でちゃんと線を引いてんだよ。うん。それが俺の中でのマナーであり、ルールだから。 俺の哲学と全然違う人たちだったら、それはそこでやってもらって全然構わないんだけど、それに頼るだけの精神力とか俺あるからね。レンもあると思うんだけど。でもこれがレン以外の選手だったり、えー、リベンジャーズのスタッフだったりとか、リベンジャーズ他の選手だとしたら、俺は絶対許さない。うん、そう。そういうところで、俺に言うのはいくらでも言っていい。レオザフットボールをやってる戦術はおかしいじゃないか。レオザフットボールやってる森保さんへの批判はおかしいじゃないか。いくらでも言っていい。それに対して全部ロジカルに返せる自信があるし。 俺はあのタカ君が元 J だって言うんだったら、俺は今、日本で一番サッカーを論理的かつ面白く話せる YouTuber という自信があるから、うん。言っていいんだけど、そこと俺の周りの人を、俺へのそういう支援で傷つけるとは違うからで。そんなことないですよって言っても、牧彦君がそういうふうにコメントでも言ってるから、だからそこのルールはちゃんと線引きしようと。周りの人のことを傷つけちゃいけない。うん、そうそう、本人に言ってほしい。だって俺は言ってないから。 森さんがひどいサッカーしてるか、らリゼム君たち、君たちのサッカーは違うよとか、チがながっれてるか違うよね、言わない。俺はずっと本当にリゼム君は素晴らしいサッカーしてるって。うん、だから、で、最後、これはもう最後のるんだけど、俺はこういうふうに、えー、言わなきゃいけないことだから言った。だけど、他の選手たちはここにリベンジャーズの選手もスタッフも加わってほしくない。なんでかっていうと、俺らはピッチで返してほしいから。うん、リベンジャーズはちゃんとピッチで それこそこれもねあの多分ルアーズ的にはこういう風に言ってくれて次の、ね、ダービー盛り上がるっていう風になるんだけど、うん、そ,うそれも含めてこういうのを全部背負おうと思って見直ーに森保さんの息子さんたちイリゼムがいるとでリベンジャーズの監督がお礼になるって言うとこういう物語になるのはもう宿命なんだよだから逃げられないことは分かってるし当然胸張ってるけどただそれに付き合わされるっていうか一緒にやるレンが傷ついたりとかシュワーボの選手たちが4部だからって傷ついたり4部で一緒にやって てるまあ敵だけどね。だけど今4部で一生懸命頑張ってる人たちが、お前ら4部じゃんって言われて傷つくのは絶対違うから、まあ、これによってね、あの、あれで、いっそリゼム君たちが燃えてほしいなんて思わないしね。これはもうこれで全然終わりでいいんだけど、ただそういうところはちゃんと線引きして、線引きした上で、ちゃんとリベンジャーズとウィナーズで戦おうよっていうふうに僕は思います。うん。っていうだけだね。そんな感じでありがとうございました。ちょっとね、こういう話本当にしたくないんだけど、言わないとちょっと、うん。 守らなきゃいけない人たちがいるからね。うん。ま、そんな感じでありがとうございました。そんな感じで良作ともでした。またね。バ,バイバイ。